は裕二です。亀井さんは本当に何も知らない。知らない。では行きます。お疲れ様です。電子書籍を、ね、出されるにあたってその場に僕も行こうと思ってバイデンシリーズ的にシリーズになっちゃう。チーム金井が生まれたんです。絶対一言しか喋ってないのにこの通訳の男の子はめちゃくちゃ喋ってない。金井さんはもう本当僕の芸能界の師匠かもしれない建築じゃなくて。こんにちは、金井隆之です。はい、今日はですねちょっとあの電子書籍書籍を作るということで来たんですけども、はい、そういうなんか言われましてねあれ金井さん自身はどんな本になるかはちょっと分かってないですよね。お前のハウトゥー本ではないってことなんですね。今回はどうなると思いますけど、電子書籍作るにあたっては、はい、僕自身が聞いてるお話なんですけど、はい、まあ、金井さんの考え方だったりとかの方をフューチャーしたりとか、はい、あと他者から見た金井さんっていうところで僕もバッチリインタビューしていただきました。嬉しい、本当になので多分金井さん自身はその本が出てから内容を知るのかなっていう感じも、はいはいはい、ああ、はい、それのインタビューが今からじゃあ、はい、始まるってことですかね。そのつもりで来ました。じゃあその様子を少し撮らせていただくので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっき、あ、じゃあ、うん、まさっきそのね電子書籍の話で、はい、まあ、なんだろう、今の金井隆之さんのご年齢で、はい、まあすごい、まあ、その年齢でも性欲的に活動されているというか、すごく一緒にこう生き生きされている秘訣ってどんなところなのかなって。いや、今意外と我々の年代すごくやってる、いや多いんじゃないですかね。自分ではあまりね、全部年上に見えちゃうから、そんな感覚で仕事やっちゃってるから。金井スタイルをご覧の皆さん、こんにちは、裕二です。金井スタイル、私、まあね、ちょっと金井さんと非常に関係が深いんですけども、この度、金井隆一さんが電子書籍を、出すということで、まあ、やっぱりね、僕は金井さんに非常にお世話になってますし、まあ、僕にとってのもう DIY 界の師匠みたいな方なんで、ちょっとね、やっぱこのタイミングで僕もそのコメントとして何かご協力させていただけないかなということで、まあ、本当だったらビデオメッセージをお届けして終わりでよかったんですけど、今日金井さんがインタビューを受けてるらしいのでちょっと久々に会いたいっていうのもありまして、あのもう実はすぐ近くにいるんです。なので今ひそひそ話でお届けしてるんですけど、もうこのままちょっと金井さんに突撃して久々にご挨拶しつつ、その場で電子書籍のインタビューに、協力させていただきたいと思っております。いきます。すいません、こんなところでいや、ほんとびっくりしたっていうのも、あの多分ね、マイクでは拾えてないんですけど、もうほんとすぐ近くの部屋から聞こえてくるんですよ、金井さんの声が。多分今でインタビュー受けてるんですよね。金井さんは本当に何も知らないんです。知らない。僕が来ることも、ゆずさんが来ることも知らないし、はい、ゆずさんが電子書籍にコメントをくれることも知らないんしかも僕どれくらいぶりだろう。だいぶ、あ、もう何年も会ってないんですよ、金井さん。うわ、楽しみだな。ちょっともう行きます。じゃ行きますか。っていうか今インタビュー中ですよね。こう入っちゃっていいんですか。ガチャで大丈夫です。インタビュー途中で、はいインタビューは多分その段階で中断になるんで OK 行きます。金井さん以外は全員知ってるんで。あ、みんな知ってる、はい、じゃあもういつ来てもいい。大丈夫大丈夫。じゃ行きますか。
やんないと。ここにいるらしいので入っていきます。では行きます。皆さんお疲れ様です。どうも金井さん、どうもどうも。お久しぶりです。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。いやいや、お元気でしたか金井さん。どうもどうも、すいません。いや、すいません、びっくりさせちゃって。今ちょうどあれですよね、電子書籍を、ね、発売されるということで、インタビュー中だと伺って、もうこれは今しかないと思って。いいですか、お隣。すいません。いや、本当は電子書籍を、ね、出されるにあたって、まあ、僕も金井さんと関係があるんで、コメントを出そうと思ったんですけど、せっかくだったらその場に僕も行こうと思って。実はこれ皆さん知ってました？あ、そう、全員知ってました。仕事行きなんですか？いや、それがゆうじさん本当に仕事終わりそのまま来て、今名古屋で生放送で、そうだよね、いっぱい知ってる。で、品川駅に着いてそのまま来たんですよ。もう急いできましたから、もう金井さん、もう本当に、いやいや、すみません、ありがとうございます、よろしくお願いします。もう、ご存知だったんですよね、僕が来るとかね。そうなんですよ、金井さん自体全員来るなんですよ。ただインタビューは本物ですからね、本当のインタビューの途中に行くってことはお伝えしたいです。いや、金井さん何年ぶりだろう。だってあれ最後どこでしたっけね。坂上動物王国。あ、そうだ。いやでも金井さんちょっと待って、変わらないですね本当に。変わってるよ。いや変わらないですよ。信じらんない。え、今おいくつになったんですか？72。 72、うん、ちょっと待って、僕多分だから一番最初に会った時50代後半だ、ギリギリ最後だったんですよ。で、多分金井さんと会った時は13年ぐらい。流れを全部よ、スポットごとに覚えてるっつ、見てきてる、見てきてる。要所要所で大事な局面でこう金井さんと過ごす期間が訪れるんですよ、毎回。だから23でした僕最初。そうですよね、はい、今36になりましたけど。はい、じゃあ俺と取るわけです、ね、そうで、金井さんが多分ね59でもう60になるんだよっていうのを僕覚えてるんですよ、一番最初会った時。もう60になっちゃうよっていう。で、気づけばもう72。いや、すごい。ちょっと電子書籍ですか、金井さん。いや、ただ飲んだのか。金井さん、今回ゆうじさんが、うん、電子書籍のインタビューも受けてくれるということで。そうなんです、実は。インタビュー、インタビュー。そうです。今、金井さんがこうインタビューしてたように、この後僕も、はい、金井さんの思い出とかインタビューお話しさせていただいて、本当に心よく引き受けていただいたんで、ありがとうございます。僕の知ってる話であればもう使える話は全部使っていただいて、はい。なのでゆうじさんが話していただいたことも多分本の中に入ると思います。多分金井さんはきっとね、こう本のインタビュー受けてる時には僕の予想ですよ、多分いいとこしか言わないと思うんですよ。多分ですけど、ほら僕もね、カメラ回ってないとこもやっぱこう一緒に何かを作るってやっぱもう長い時間を共に過ごすんで、いろんな金井さんを見てきてるわけですよ。僕はそういう担当かなと思ってます。金井さんが言わないようなところも、多分自分では言わない、言わなくていいかなと思ってるところを僕が言っていこうかなと、思ってますよ。本当にもう金井さん魅力いっぱいですからね。じゃあ改めてよろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっと嬉しいな。僕金井さんも非常に懐かしいんですけど、今カメラを回してくれてるあの方もよく僕知ってますので、ね、ビフォーアフターで共演をしてましたけど、いつも現場にいてね、今なんかこうやって見ると、うん、YouTube 制作スタッフみたいな、どっちかというといつも作業着着て土で汚れてた人間ですよね。そうです。本業はどっちなの？もうどっちも？いや、今はもう完全こっち。あ、もう完全こっち、はい、庭師の方はやめさせていただいて。すごいな。ビフォーで学んだもんね、もう影武者のようにビフォーアフターってね、映ってるスタッフだけじゃなくて、やっぱあれだけの壮大なプロジェクトだから、金井チームみたいなのがね、ちゃんといて、そのうちの一人ですよね。そうです。お久しぶりです。こんな形で、こんな形でよろしくお願いします。お願いします。いや、だから今もちょっと話しましたけど、金井さんとはビフォーアフターがきっかけで僕が出会いまして。そうですね、はい。金井さんだから、もともと僕がビフォーアフターに入る前からもう匠としてね、やってたんですね。はい、でもう廃材のスペシャリストという異名もつき、やっていく中で僕にビフォーアフターから声かかりまして、うん、ゆうじくんやってみないかっていうね、
あれはどういういきさつであれなんですか、ね、あれ最初は、うん、あれです、実家の、僕の母親への恩返しリフォーム で、うん、でまあ低予算、まあ、僕当時23歳だったの、はいはい、お金もまあそんななくて、給料安いっつったもんね、よく覚えてますね、もう聞いた時にという感じ、いやちょっと事務所の名誉のために言ってますけど今はちゃんともらってますありがとうございます、本当に家族4人、子供4人育ててますんで、まあでも当時はやっぱ先生お金なくて、うん、で母親のね庭が好きだったんですよ、うん、母親はで野菜とか育てるの好きなんだけど、一人でずっとやってるから腰痛めちゃって、で全然できなくなったってことで、腰を痛めない庭作り、庭作り、そう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 っていうテーマだったんですよ。金さん覚えてます、その覚えてますよ、もうそ初めてタレントの方とやるっていうことで、だから鮮明に覚えて、ですぐね、一緒にやるユージ君だっつって、はいはい、調べて、でたまたま来たモノマネやってたのテレビ、あユージ君だっつって、はいはい、あの森進一の、うわ懐かしいだからそれがね聞いて、その次の日次の日にテレビで、はい、うん、ユージさんが出て、はい、あこの方がやるんだって申し訳ない、でモノマネで出てたの、そう森進一のさんのおふくろさんをね、おふくろさんやったんです、今やってあげたいとこなんですけどバチバチのフルメイクで衣装まで着てやったんですよ、そうそうそう、今やってもただのユージになっちゃうんですよそう、でもそれを見てくださったんですね、そうそうそう、しかも金井さんその前に匠もやってきた中で、うん、その芸能人と一緒にやるって回は初めてです、初めてだ、あ当時ビフォーアフターの作りも本当に芸能人が出るような感じじゃなかったんですよね、いや当時はだから母親 の腰を痛めない庭作りってので、うん、金井さんがいっぱいアイデア出してくれて、うん、結局その根菜類を植える時もしゃがまなきゃいけないから、うん、しゃがまなくていいように、段を作った根菜植えを作ってくれて、であとは水まきも水まきで腰痛めちゃうから、うん、雨水を貯めるタンクを入れてであとはひねればもうホースからピューって勝手に水が出るっていう作ってくれたりとか。やったんですよ。やっぱりユージさん鮮明に覚えてるのめちゃくちゃ、あれ予算がないから、はい、ユージさんもじゃあ一緒に やれって言われたの。そういうことです。本当はそうなんだ、本当は僕がお金を出して、金井さんという匠の方にお願いをするっていう感じだったんですけど、うんうん、いかんせん僕の予算がね確か当時50万か60万で全部やってくれてもうそれじゃ大変だってことで、うん、僕が建設業で働いた経験があって、うんうん、あと僕の地元の仲間たち、うんうん、やつらは僕の母親にいっぱい迷惑かけたんで、うん、恩返しとしてノーギャラで出てくれと言って、うん、そしたらみんなあもちろんって来てくれたんですよ、で金井さん指導のもと、うん、僕らが動くっていう感じで、だから間でシリーズ的に、うん、そうシリーズになっちゃったんですよなんかねどうやらあれを見てくれた視聴者の方が金井さんも素敵だったけど金井さんとユージ君チームのあのメンバーで一応やってほしいっていう依頼も来たらしいんですよ、いやいやいやだから知らない人の家をやることになったんですよねそこからねチーム金井が生まれたんですよ、それでユージさんはその金井と一緒にそういったビフォーアフターやる前って、はい、そういったテレビ出演とかってあったんですか、いやないです、建設だから本当になかったんで、金井さんとやるにあたって昔着てたニッカポッカを古い押し入れの中から見つけて紫色のあの時のあれは本当に当時着てたやつなんですよ、だからもう当時のペンキがついたり穴が開いてたりとかっていう本物だったんですよ、でも金井さんとやっていく上で本当にボロボロになって途中からは新しくなったそうだからテレビではなかったんで、っていうかそういう姿を見せることはないと思ってたね、もうただモデルの方だよね、そうです、モデルとか俳優とかになると思って芸能界を頑張って突き進んでたら気づいたら DIY タレントユージさん自身は何か反響とかありましたか、めちゃくちゃありました、もうなんかその一面は別に出すつもりなかったんですけど、なんかもっとそういうの見たいとか、やっぱビフォーアフターは一つの僕 の芸能生活におけるかなりの転機になりましたね、それ今でも来ますからね、うん、DIY 関連のお仕事のご依頼っていうのは、うん、でも金井さんはもう本当僕の芸能界の師匠かもしれない建築じゃなくて、いやいや僕の芸能界の道を作ってくれた人ですよ、いやいや、そのここにはディレクターがいないそのディレクターは今でもね僕の師匠みたいな感じでいろいろアドバイスしてくれる、あの人の声がそうあの人の声聞こえてきますよねでもね、金井さんは僕やっぱ初めて会った時は結構衝撃で、
あのこんなワイルドな人間が存在するんだってびっくりしました。いやっていうのは僕ほら建設業にいた時はやっぱワイルドな人っていっぱいいるんですよ、うん、あのいい体してたりとかあの程よく日焼けしてねあの武骨な人ってたくさん見てきたんですけど、金井さんはねもう本当にねもう何つったらいいんだろう、原始的というかなんかいい意味でね、あの本当職人ですよ。あのもう手袋は絶対つけないでしょ。今でもつけてないでしょ。今ねたまにつけてます。ちょっとやっぱお年かな。そうちょっと腹がちょっと皮膚弱くなってきた。僕衝撃だったんですよ。特にねあの本業は造園だったりお庭のもうプロフェッショナルじゃないですか。あのバラの群生したバラをブワーって手でまとめてるのを見たときに、僕はもうこの人は普通の人じゃないと思ったんですよ。僕は手袋をしたって痛いんですよ、あれ。束ねるときってチクチクしてね、もう何にも気にせずガーッとガサツにこう束にしたときに、もう化け物だと思いましたね。手大丈夫なんですかって言ったら、おー大丈夫だよって。たまに帰って手洗ったときにしみるって。そんなもんなんだと思って。あともう一個驚いたのは、休憩時間にあの中で爪を切り始めたんですよ。金井さんがで爪切ってる時にすごい音してたんですよ。バチーンバチーンバチーンって。金井さんの爪ってすごいなと思って見たら剪定バサミで切ってた。もうあれ枝切るやつですから、だから普通の爪切りじゃもう刃こぼれしちゃうんですよ。多分枝切りバサミで爪切ってるんですよ。びっくりしました。腰につけてるね、あの小枝、まあ、ちょっと太めの枝だったら切れるようなやつで、もう爪バチバチ切ってて、本当枝切ってるみたいな音したんで、あらびっくりしましたね。その後お二人何回ぐらい共演されてるんですか？放送回は7回ですか。7回って言っても7回あったんじゃなくて7シリーズなんで、1シリーズあたりもうね、1個のプロジェクト何日も何日もかかるんで、本当に過ごした期間は結構長いと思いますよ。海外も行かれました、ね、ドイツ行きました。ドイツいやドイツも面白かったですね。あのだってさ、工具持ってけないんですよ。持ってける工具が限られてるんですよ、日本からドイツに。やっぱりだってそらあんな長い刃のついたハサミとか持ってけないじゃないですか。あとスコップとか、うん、物理的にね。だから現地に揃えたんですよね。そしたら金井さんの身長がドイツ人用のスコップだと足りなくて力が全然入んない、長すぎるっていうのすごい覚えてます。それだ。テレビ局が来て、そう、東大寺教授だと。ドイツのテレビ局が取材させてくれってね、あのどう間違ったのか東大の教授っていう紹介をされちゃって。あ、そうだったんですか。どう間違えたらそうなるんだろうって。まあまあ、うん、全部通訳してくれで、俺はちょっと短い文章ポッて言っても、うん、なんかこのそうそう、金井さんの言いたいことは大体わかるんで、あの全部そのままこんなに近いこともそのまま訳してると言葉が足りないんですよ。向こうの求めてる回答になってないんですよ。だから金井さんの一言を汲み取って向こうが求めてる言葉に変換して通訳しました。向こうもびっくりしたでしょうね。絶対一言しか喋ってないのにこの通訳の男の子はめちゃくちゃ喋ってる。東大教授の通訳全く違う。まさか東大のなんとかいいですよ本当に。ほんでね、あの要はそのドイツのお客さんがやっぱり日本庭園に対する憧れがあったんで、やっぱりその金井さんはね日本の文化もよく知ってるんで、唯一だから工具は持っていけなかったけど、唯一日本から持ってったのは竹です。竹このくらいの竹ね、獅子落としでしたね、それを作るっていうのでそれだけ日本から持ってる。いやでも面白かったですよ、ドイツは本当にね。言葉も頑張って覚えて、うん、ドイツの職人さんも手伝ってくれて、あれがね、うん、もう一番だから初めて見たんですよ、金井さんの他に素手でやる人。あの人もすごかったですね。こんな手が手がこんなでかい。ドイツの現地の人、身長ももうでっかいでっかい、体も大きい、パワーもすごい。その人はあのこっちで買ったスコップを見事に使いこなしてあの人用のスコップなんです。背丈が大変でしたよ本当に。あと何でしょうね、ビフォーアフターで思い出深いのはね、岩手ね、幼稚園やりました。セドラがあのあそこ箱根のマイセン美術館。うわ懐かしい、ね、マイセンがあそこも懐かしい。美術館も懐かしいな。足湯作りましたね。あれの時はみんな一緒に泊まって寝泊まりして温泉に入って、そうそうそう、ゆうじ君のところじゃなくもう全員
あそこに寝泊まりして、ね、そうそう、だから前線美術館が持っているなんかこう素泊まりのね施設があったんで使っていいですよってことで、うん、みんな泊まり込みでね、うん、ほんと懐かしいな、イノシシに芝居がりすげえありましたね、貼ったら翌日貼った翌日全部めくられちゃってで、たまたまなんか置いてたカメラかなんかがそうそう、イノシシ、ね、うん、夜間の監視カメラだったんでねあと金井さんといえばもうね、信じられないぐらい食が若い食が若いですよ、もうだって家族からもうなんか家族ストップかかってるんですよだってね、今は分かんないですけど、うん、僕が一緒の時だってもうラーメン大盛りに今でもマジでラーメン大盛りに餃子とかチャーハンつけたりとか平気でしちゃうからねで、しかも何あの飲み物はもうコーラ大好きだし、ね、今でも すごいな、だから若いんですよ、食がなんかほんと10代のもうね、10代のラグビー部とご飯行ってるみたいな本当に、まだ食べるんですか、まだすごいっすよ、ほんとで、今も現役ですか、金井さん。いや、そうそう、いや、金井さんといえばもう金井さんのチームも含めてね、今カメラ回してくれてる彼もそうですけどもうほんと個性豊かなメンバーがいつもそれもビフォーアフターも楽しみだったんですよ本当にカメラが回ってないとこでみんなこう、ね、若い男の子だって僕らも世代が近くなるんでね、で、ほら終わったらみんなでご飯行ったりとか、いや、面白いメンバーいたな、ほんといっぱい懐かしいな本当に YouTube でも、はい、あの今までたくさんコメントで、うん、ユージさんと共演してくれっていうコメントが本当に多くて、めえ嬉しい、それが今日サプライズっていう形で、うん、ようやく実現したようないや嬉しいなぁ、 YouTube でもあれだもんね、ユージさんのあれのコメントが多いもんね、今言ってましたよ、うん、今完全に言ってました、金井さんの70歳の誕生日の時にコメントをいただいたので、そうです、そうです、そうです、はい、それでなおさら、あ、井口さんだって皆さんなられて、いや共演はいつなんだっていう、本当ですね、いや嬉しいな、だビフォーはまたやるんですかっていうそういうのは多いですよ、うん、あ、うん、ビフォーアフター、いや自分たちで決められません、そうそう僕たちが出たいって出れるもんじゃないですからねあの声がかかればって感じでね、でも金井さんが現役だってことでね、もし可能性があればまだなんかね、でも一緒にやりたいですけど、ウキウキしてた、金井さん今日この後何される予定でした、何がしたこのインタビュー終わった後は、ああ額縁のあれを作るんですよということで、それ本日ユージさんと一緒に、ああそう、ちょっと久しぶりにタッカで予防式の作っていただこうかなと思って、ああ、ぜひぜひ、いいですか、うん、やりましょう、じゃあ一緒にこう作りますよ、うん、ね、せっかくなんで、ね、ぜひぜひ、ここでやるんですか、あ、ここで、あ、ここでね、はい、やりましょうよ、じゃあ金井さんのチャンネルなんで締めてください、いや、俺がついてないしねあ、すみません、あの急にサプライズで来ていただいたユージさんです、はい、はい、どうも、どうもユージです、ありがとうございましたありがとうございました、で次回は一緒になんか、はい、ものづくり、ものづくりね、はい、ちょっとさせていただきたいと思います、お願いいたします、ぜひ次回もご覧になってくださいありがとうございました、生きてる、生きてるでしょこの後すぐ撮るから大丈夫ですよよろしくお願いします、お願いします